どうも皆さん、こんにちは。アバラダスのハムスターライブストリーミングへようこそ。昨日ね、ちょっとアラチルを行いましたね。今日はですね、赤ちゃんがちょっと元気になってましてね、あんま出えへんな、これちょっと新しいピューレ、新しい猫チューレ買ってきたんで。ケイオさんどうもです。昨日の赤ちゃんの結構マグロピューレ行くね。昨日赤ちゃんにね餌を与えたおかげでちょっと赤ちゃん元気になりましたね。まあ、おかんもこのように元気に食べておられますね。じゃあ今日もね、昨日と同じようにですね、ハムちゃんに、赤ちゃんに、赤ちゃんなんか昨日エナジーバイトを送ったおかげでやたら元気になってきましたんで、今日もね、今日からこの穀物用と野菜用にね、こうダブルで分けましたんで、野菜用のですね、こっちにですね、ちょっとエナジーバイトをですね、大量にぶちまけて食わしてみようかなと思いますね。この真ん中辺にですね、エナジーバイトですね、入れましてですね、で赤ちゃんハムスターをですね入れたいと思いますけど、マミーが出てきましたね。マミーお腹空いてんのやったら自分で食べてね。ちょっと子供、このエナジーバイト&野菜の海の中へ入れたいと思います。ちょっと失礼しますよ。まあ、マミさん飲むです。ヒマジンさん飲むです。ヒマジンさんのジンが神ってなってるだけで、なんかこう神々しさが感じられて非常にいいネーミングだと思いますね。バルデスも暇ですに変えようかな。あれ子供いないですね。ちょっと、あ、いましたいました。あゆみさんどうもです。ありがとうございます。今からベイビーにスペシャルディナーを会場へお連れしますんで、ね、はい、はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ。一応5名様おられますんでね、ちょっと今からスペシャル会場で餌を食べられますんでね。あと1名様どっかおられましたね、餌食べて、はい、帰りはお母さんが迎えに来ますんで、はい、あなたも、はい、ここで餌を、はい、こんな感じですね。
はい、どんどん食べて、はい、野菜食べたりね、エナジーバイトもいっぱいいるな、いるとこからこれ食べてな、はい、どんどん食べて。もこたんさんどうもです。めっちゃ食べてますね。お、目開いてるのにこんなちっちゃい。君目開いてるね。目開いてるからなんかうろ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 すんのはいいけど、ちょっと餌食べてくださいね。帰ったらもうお母さんおっぱい出ないんで、まだうんちを食べる羽目になりますから、ちょっとあなたちょっとじゅ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 君ちょっと一匹脱走されましたね。はい、どんどん食べて。あれ3匹になってる。まだ何匹でもいいけど、とりあえず食べて。はい、どんどん。そうですね、何とか食べてくれてるんでね、よかったなという感じですね。おかんに捕まれました。おかんに捕まれました。あと2匹になりました。元気さ増してきましたね。野菜とエナジーバイトと食べてくださいね。みがんちゃん意外とすぐに迎えに来ますからね。君ガリガリすぎて、なんかでも食べたらうんち出るみたいで、ちょっとうんち出てるんで食べてるんじゃないですかね。もうちょっと13日目でこの小ささはないな。またどんどん食べていただきたい。チュールとかもあるで、これ食べる。これを入れといてあげようか。お、MKMJ さん、頑張れ、ありがとうございます。あ、もうちょっと食べてる。ごまなさんどうもです。ちょっとあまりにもでかくならなさすぎて、今。野菜とピューレとか与えてるとこです。とりあえずマミー迎えに来ないみたいです。マミー来ないね。もう来週というか明日で2週間だというのに、このあマミー迎えに来ました。まあこんな感じでですね、もうちょっとピューレを増やしてみようかな。赤ちゃんをなめなめしてますね。いや、頑張れ初めていただきましたね、ありがとうございます。まあね、早く大きくなってほしいんで、ちょっとお母さんもう一回ちょっと赤ちゃんお借りしてよろしいですか。
お母さんに休んでいただいて結構ですよ。ちょっとピューレでも食べて、はい。お母さんもそのこの辺にピューレありますんで食べていただいたら、いや子供はもういないと思いますけど、お母さんあれなんですよ、そうですね、みかんちゃんはだいぶしっかりとされてますけど、ハムスター数が数えられないんでまだいるんじゃないかと思ってるんですよね。なんか手についたぞ。ありがとうございます、リアさん。もう一回子供をですね、このエナジーバイトの海の中へ食べるんかい入れたいと思いますね。とりあえず飯食えないんでね、あ、ちなみにこちら、ミミちゃんですね。結構ね、ブロッコリーにもあるんで、もうちょっとこう混ぜ混ぜした方がいいんかな。ちょっと混ぜ混ぜして、べちゃべちゃした感じにして、こんな感じでね、こんな感じでこうべちゃ混ぜ感じでいきたいと思います。なんかケツが見えてるんでちょっと連れていきたいと思います。とりあえず君たちはもう一人前ではな全然ないけども、餌を食いなさい、分かりますか、じゃないともう大きくならないですよ、あなたもここで餌を食べなさい。ちょっとおかんちょっとどいてください。餌食べる、そう、人参食べる、もう歯も生えてんねんから早く食べてください。はい、あなたもいましたね。はい、あ、じゃあ、はい、あと一匹いましたね。バラエスは決してハムスターをいじめているわけではなくて、お母さんがおっぱい出ないので、ちょっとお母さん、ちょお母さん、ウェイト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 、お母さん分かりますけど、ちょ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 、なんて母性本能あふれる、じゃああんたも餌食べた方がいいで、はい、そうだね、餌食べるね、ちょっとその子まだ食べてる、その子まだ食べてる、はい、あ、みんな逃げていきますね。結構じゃあ昨日からあれかもですね、お腹いっぱいなんかもしれないですね。まあ、いきなりそんな成長はしないかもしれないですけど、赤ちゃんは触るとね、お母さんの
が起こりますからね。触ってはいけませんね。まあ人間で例えたら、まあ人間の赤ちゃんに、近所のおっさんが、ベロベロ舐めてきたら気持ち悪いですね。去年ハムスター亡くなりました。その報告いらないですね、はい、赤ちゃん生まれて何日目ですか。今日で13日目でございますね。今モデレーターさんまだ来てないんで、赤バンされたくない人は今のうちに暴言を吐いていただいて結構ですよ。どんな配信やねん。これは震えてませんね。これクシクシしてますね。やっぱ野菜がいらんのかな。昨日みたいにエナジーバイトだけにしよっかな。これカキカキ体についたやつペロペロしてるだけですよ。おばあさんどうもです。おばあさん今日もノリノリですね。ありがとうございます。こうけいこさんありがとうございます。けいこさんってモデレーターになってましたっけ。なってませんね。今モデレーターにさせていただいたんで、けいこさんなんか変なやつ来たら適当に落としてください。よろしくお願いします。いつも一恵美さんにやっていただいてるんですけど、まだ来られてないんで。この曲は YouTube の曲なんですけど、今タクミュージックという感じで、まあフリー、著作権フリーのやつですね。もう4年使ってますね。目開いてんのにこんなちっちゃいんですよね。まだもう13日も経ってるんですけどね。この辺のやつペロペロし、これペロペロしたいよ。別替どころの騒ぎじゃないですよ。もう餌すら食べさせてもらえなくてね。お母さんおっぱい出てないんですよ。で今野菜とピューレの中入れて、だってもう目も開いてんのにこんな小さいんですよ。お母さんは一生懸命やってるんですけどね。だからお母さんが悪いわけではないんですけどね。今日はなんか昨日より食べないですね。あ、メールたんですか。いやまだ見てないですね。全然おかんも飯食ってないですね。
なんかこう野菜をじゃあ全部ちょっとこっちに移して、ここにエナジーバイトを入れまして、もう一回食べさせたいと思います。エナジーバイトはプロテインですね、はい、主成分は小麦、麦芽、諸糖、動物性油脂、コラーゲン、ペプチド、大豆タンパク、ブドウ糖、あとまあミネラルに類はビタミンですね、はい、こんな感じで。なんかおかんむっちゃ元気ですね。なんでそんな楽しそうやね。ここにちょっと餌入れまして、ここにベイビーたちを連れていきたいと思います。今日何曜日でしたっけ。木曜日か。明日サクちゃん来るんですかね。赤ちゃん名前まだ決まってないですね。一匹だけね、なんかねゴールデンカラーのねジャンガリアンの赤ちゃんいるんでね、そいつだけね名前100万円になってますね。はい。あなたの名前は何ですか。100万円です。いいですよねプロテインね。ちょっとおかん子供どこ行った。あっとっとっと、この辺にいますね。君ら野菜食わんでからちょっと栄養補給しましょうね。もちこさんベイビーもね、昔はねあんまり大きくなってなかった時はねよく食べてましたね、このエナジーバイトね。ちょっとおかんに内緒やで。おかんに、ね、お母さんに言うたらバレたら怒られるからな。今のうちに食べねんで、はい、はい、今のうちはバレんようにな。おー、アレイさん、サンキュー。おう、グッドラックアリスさん。じゃあこっち行く。ガリ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 、ちょっと君らガリガリすぎやろ。もうちょっとなんかこう成長してくれよな。なんじゃこのガリガリ感は。じゃあ君もこっち行く。はい、この子100万円です。はい、この子目開いてますよね。もうカメレオンみたいですよね。本当目開いてるのにこんなチビってありえないですよね。もう2週間経とうというのにね。はい、ちゃんとエナジーバイト食べてください、ね、これ食べる。これちょっと待った、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 これもつけといてあげる。はい、もうなんかエナジーバイトまみれになってますけどね。
まみれたらいいんですよ。なんかまみれても何でもいいから、とりあえず飯を送ってください。ちょっとダメです、出てはいけません、はい。もう食欲なくなったらダメですよ。ブリブリブリンジャーみたいにブリブリになってください。ちょっとおかんにバレないように、ちょっともうちょっとこっち、今何してるんですか。ハムスターの赤ちゃんに餌やってます。目パッチリ開いてますね。そうなんですよね、もう13日経ったのにこの小ささ。ガリガリです。なので今餌をやってます。お母さんのおっぱいが出ませんのでね、プロテインチュールみたいなやつですね、こちらをのお皿の中に、ダメですよ、この子100万円ですね、欲しい方100万円なんで。マジですか。なんかそう言われたらそうかもしれない。そう言われたら、自分で食べられるようになったらちょっと変わってくるんでしょうかね。いやでも、もちこさんちは3週間でですよね。やっぱでかいですよね、もっと。14日で。もちこさんは13日やまで21日で3週間で子育てやめましたからね。まああと全部なんか勝手に育っていったんで、もうちょっと大きいはずなんですよ、絶対に。そうなんですよ、食べたらうんちしてるんで。君すぐ脱走するね。閲覧数すごいですね、今日。ちょっとケイコさん、ちょっと頑張ってください。赤ちゃん5匹います。はい、払うので銀行口座の番号を。え、何ですか、お金くれるんですか、この子たちのために。ありがとうございます。まあ、あれですね、もう4年ぐらいハムスターライブ配信やってるんで、もうだいぶお金いただいたんですけどね、いろんな人にね。全てハムスターの病院代とかに使ってます。はい、もう病院代も今まで何万円かかったことか。 TikTok にバルデスのメールアドレス載せてるか分かんないですけど、そちらにあのペイパルアカウントあるんで、そのメールアドレスに、そちらにハムちゃんのためにもういろんな国の人がね送ってくれましたよ。イタリア、スコットランド、アメリカ、台湾の方もいただきましたね。本当感謝です。いや、ちっちゃいのはその成長していないから小さいわけなんですよね。これがめんどくさい話なんですけど、もう13日経ってるんで、本当だったらもう
もっとでかくなってるはずなんですけどね。あと3匹いるんですけど、なんか出てこないですね。わかん、ちょっとケツ、ちょっと、いや、なんか結構多いですね、昨日から。モデレーターの方忙しくなりますけど、アンチコメンテーターの方やめてくださいね。これ別に虐待してるわけじゃありませんからね。お母さんがおっぱい出ないから赤ちゃんに餌をやってるだけですからね。その辺よろしくお願いしますね。もう生まれて13日も経つのにこんなちっちゃいんで、まあ赤ちゃんに餌をやってるだけですからね。決して私は虐待しておりませんのでね。ちょっとおかん待ってて。おかんのね、いつもはね、うんち食べて今までね育ってきたんですけど、今はみんなぬめぬめと栄養剤を食べてますね。ジャンガレアンですね。ありがとうございます。別に決していじめてるわけではございませんのでね、はい、みんな餌食べてますからね。お母さんおっぱい出ないんでね、何回も言いますけど、お母さんのうんちで育ってるんで、まあ動物は知恵があるんでね、おっぱい出なくてもうんちの栄養で育てられますし、まあペンギンだったらね、半分お母さんの胃袋で消化した魚を子供に与えるとか、まあ、いろんな育てる方法がねあるわけですけど、よしよし、君ダメダメダメ、なんか一人いないんですけどね。ね、赤ちゃんね、今13日目なんですけど、まだね、目も開いてるんですよ、ちっちゃいんで。今ちょっと餌やってます。ちょっとおかん待ってくれ、ちょ君出ないでくれ、ちょおかん持ってから出てくれ、おかん子供持ってからないでくれ。一匹だけね、こいつだけ金色です、こいつ、はい、こいつだけ金色、ぼ金色です、はい、こいつの名前100万円です、はい、今赤ちゃん5匹です、はい、赤ちゃん欲しい方はぜひとも DM を。まあ多分この調子だと大きくなって差し上げるのまでにまだ1ヶ月半ぐらいはかかるかもしれないですね。みかんちゃんだからあれなんですよ、赤ちゃんを育ててるんですけどおっぱいが出ないんですよ。 しゃあないですよ。だからで、うんちで育ててるんですよ。でもうんちだけだとやっぱ栄養不足なんで、こんなちっちゃくなっちゃってるっていう感じですね。暖かくするのはいいと思います。はい、今ちょっとおかん休憩してるっぽいんで、ちょっともう一匹、ちょっと、そうですね、1日1回ですからね、こうやって餌やってるのはね。あと1匹どっか行きましたね。あ、奥にいるのはミミちゃんです。自分でまだ食べられないですからね、硬いものはね、野菜とか。なのでもう今みんなでぬめぬめと
ぬめぬめしすぎやろ。あ、おかん持ってこいましたね。こうやってね、頬袋にちょっと餌入れてるんですけど、これなんかもこう、ほっぺたの中ですけど、こっからこう、体内に吸収されたりもするんでしょうかね。不思議ですよね、ほんとね。まだおかん迎えに来ましたよ。おかん、こいつ迎えに来て、こいつどうなの。まだいますよ、お母ちゃん。よいしょって、よいしょって。お母さん、お母さんこいつまだいます。お母さん、はい。あ、この人ね、この人はミミちゃんで、ミミちゃんでございます、はい。ミミちゃんは非常に来たばっかりの赤ちゃんなんですけど、今お母さんがペロペロしてるんで、舐めたってください。どんどん舐めたってください。え、終わりよ、おかんもういないですよ。もう全部帰りましたよ。もういないです、ないです、はい。一回戻っていただいて、はい、いや、忘れてます。ちょっとおかん忘れてますって。じゃあちょっと一回ちょっとかぶしときますね、はい。最近3年弱行ってたアイハムが天国に旅立った。いや、それは悲しいですね。あ、モダンさん、なんか TikTok がごっつバズってますね。ミミちゃんです。まあ、前から見ていただいてる方はね、もうなんか赤ちゃんハムスターいつもの光景なんでね。ちょっとおかん、この子よろしく。舐め立ってくださいよ、ちゃんと。やっぱちょっとうんちしてますかね。やっぱ食べたら出るんですね。ミミちゃんも嬉しそうにしてますね。おかん忘れたらあんねん。もういないですよ、外は。はい、大丈夫ですよ。さくちゃんはそうですね、金土日ですけど、日曜日にはもう戻られるんで、来るのは金土だけですね。まあ、金土だけで、しかも金曜日は疲れ切って寝てしまい、土曜日も疲れ切って寝ておられますね。ベイビーね、でっかなってほしいんですけどね。I hope baby will grow faster, but baby is a small and Mimi ちゃん is also small.Thank you very much, ネルソンさん。ありがとうございます。サバザブロ、サバザブロ、サバザブロ元気ですよ。サバザブロ寝てますね。
ちょみかんちゃんちょっと有名になってきたな。みかんちゃんの子育て日記。あ、こんなねえ、みかんちゃんも苦労して子供育ててね、晴れて子供たちが里親として旅立っていくなんていう、まあストーリーがね始まってるわけですね。もう一回ちょっとエナジーバイトのお皿を作ります。ハムスターね、皆さんねやっぱ短いですからね、ハムスターは命はね。まあこんなにベロベロしてますが、この子はまだ生まれて4ヶ月目ですかね。原田さんどうもこんばんは。なんかね昨日からちょっと元気になってますよ。この家いいですよね。ここんとこねすぐかじられるんですよね。キングマに引き換ってます。あ、いいですね。うちにもみかんちゃんなんか顔はキングマ顔ですけど、ジャンガリアンですね。ですね、そろそろ豆腐の季節ですよね。豆腐いいかもしれないですね。あ、豆腐いいかもしれないですね。ハムスターの赤ちゃん豆腐食うんかな。まあ、大人のハムスターは豆腐バリバリ食いますよね。うちのハムスター夏は冷ややっこ、冬は猫用ピューより食ってますから、ね、なかなかの贅沢ハムスターです。そうなんですよ、サグちゃんは多分見れてないんじゃないですかね。なんか後ろのミミちゃんがやたら可愛いっていう、ミミちゃん、ミミちゃん、ミミちゃん可愛いのはいいんですけどね、みかんちゃんそれどころじゃないっていう感じですけどね。ハムスターの散歩させる頻度は1日、長くて10分ぐらいですかね。外に出すのは10分ぐらいですかね。でも撮影の時は結構長い間外に出すというかこっち入れてるんで、長い子だと30分とか外で出してますね。まあみんな楽しそうに遊んでますね。みんな出たがってうろちょろしてますよ、こんな感じでね。みんなみかんちゃんを応援してますからね。じゃあもう一回だけ赤ちゃんちょっとエナジーバイトの中へ入れたいと思います。ミミちゃんちょっと待って、もうでもあれですもんね、ハムチャンネルさんちのハムちゃんももう親と区別つかへんなってるぐらいですもんね。
まあそうなれますわな。この子かわいそうですよね、貧相でちっちゃいし、部屋の温度は今20度ですね、はい、ピューレ食べるか、食べるか。ミミちゃんは可愛いんですけど、このベイビーがですね、大きくならないっていうね感じで、もうちょっと舐めて、ちょっと食べなさい。この子一番小さいんでね、ちょっと心配ですね。親元から話してるのはだいたい3週間ぐらいですかね。だいたい今まで見てたら美美ちゃん、あの回し車回ってない。お、食べて、ちょっと食べていただいてね。ブロッコリーもあるで、人参とか、ね、ブロッコリーもあるで、この辺とか食べてんやで、ね、ミミちゃん回し車回らないから、回るようにちょっと しますかね。ちょっとみんなミミちゃんに夢中になってます。ミミちゃんのハウスをちょっと開けて、ミミちゃん、ね、軽いんでね、はい、ミミちゃんこれで回し車回るんで、ゴーゴーしてみたら、何にも食べないですね。心配の域を超えてますね。なんか食べなさいな。なんかつけたら食べるか。目も開いてるのにな。スポイドありますけど、
コイドこんなんですよ。これこれで、ちょっと無理が、でもピューレはもうちょっと水っぽいから食べれるんちゃうかな。もうちょっと手前で、はい、あ、水ね、なるほど。水飲ましてみますかね。じゃあちょっとね、水飲む、水、はい、水一滴垂らしてみましたけども、滑っていくだけですね。14匹親ハムに食べられた、親も死んだそんなことあるんですか。宇宙で生まれたのはも優子さんが一番多かったかな。17匹いましたけど、みんな食べてたかどうかわかんないですよね。でもこの子はもしかしたら食べられるかもしれないですよね。お母さん栄養がミルク出てないんでね。まあお母さんはまだでも太ってるんで、そこまでだと思うんですよね。とりあえず子供が寝るまでちょっと餌場にもう一回入れて、でちょっとみんなで食べましょうみたいな感じにしますかね。ちょっとおかんどいて、ミルク出てんの。ちょっと待ってね。すいません、質問なんですが、なんで起こしてるんですか。なんで起こしてるんですかって、餌やるために起こしてるんですよ。なんで餌やってるかというと、お母さんがおっぱい出ないからですよ。で今餌をやってるんですよ。お母さん母性本能が強いんで、子供を守ろうとするんでね。だからもう13日も経ったのに、こんなガリガリの子供になってしまっているわけです。なので今から子供に栄養剤が与えたいと思います。ちょっとどいてください。言わせよ、ダメですお母さん、ちょっと待ってお母さん連れてかんどで、君らちょっと餌食べて、はいはい、お餌あるから、はい、今なんかおかんと子供の取り合いですね、はい、やんだもこっち、はい、やんだもこっち、はい、あと1匹どっか行きましたけど、いやもう13日経ってますね。でもこんなちっちゃいんで
今朝やってるとこです。はい、ペロペロして餌を、はい、これ逆にした方がいいな、はい、餌ペロ、ちょっとおかん、ちょっと待って、一匹だけ白いんですけど、100万円ですね、この人ね、はい、こんだけいますね。おかん、ウェイト、こんな感じです。ちょっと、マミーウェイト、マミーちょっとハウス、こんな感じですね。はい、一匹だけ色が違うやつ。逃げるな、餌を食え。どんどん食べましょうね、はい、ちょっと一匹出ないでください、あなた、はい、ダメですよ、はい、ハムスターエナジーバイトありますからね、食べてください、はい、この辺塗っときますからね、あんたもちょっとジュジュジュあんたも、はい、みんなエナジーバイト、はい、あんたもエナジーバイト、はい、あなたもエナジーバイト、みんなでエナジーバイト、はい、あなたもエナジーバイトエナジーバイト食えや、はい、でも昨日は全然あれでしたもんね、みんな食べなかったんで、食べたのに今日はあんま食べないですね、結構マグロピューレの方がいいんですかね、はい、ピューレ食べたい人どうぞ、あ、ピューレ人気、100万円じゃん、ちょっとどっかぬめぬめになってますね、はい、ブロッコリー食べたい人、はいどうぞ、はい、ブロッコリー、人参食べたい人どうぞ、野菜いっぱいありますからね、はい、どんどん食べてください、この辺ぐちゃぐちゃになってて美味しいですよ、野菜混ぜ混ぜ食べてください。 Yes, this one is ミリオンダラーハムスター、ミリオンダラーの前に成長すんのかな、感じですけどね。ちょ、脱走しない。一人。You don't escape. Yes. これ100万円ちゃんです。100万円ちゃんも餌食べてくださいちゃんと。あ、ヒカルさん今日も怒られたんですね。ありがとうございます。はい、君脱走しない、はい、ハムザ触ったらお母さんに怒られるからですね、ミルクは出ませんね、はい、牛乳は飲まないですし、猫ミルク的なやつもなんか全然飲まないですね、もう歯生えてますしね、ちょっとおかん、ちょっと待った、ちょっとおかん待った、ベイビー今イーティングフードしてるんで、
そうなんですよ、メイブルちゃんのベイビーたちはね、メイブルちゃんのベイビーちゃう、メイブルちゃんの誕生日はあと1ヶ月後に迫っておりますんで、 Because Mama doesn't give them milk so I give them food。I don't know, but みかんちゃん doesn't get milk生後13日です。なんかすごい意味、お赤ちゃんがちょっと君に脱走したりもしてない、なんか食べ始めましたね。 Yes So baby 13 days but doesn't don'tThey don't grow up enough. じゃあ、ありがとうございます。Very small baby. あがちゃん、ベタベタ。育児放棄はしてません。でもミルクが出てないんでガリガリでございます。よろしいでしょうか皆さん。お、ヨキヒロさんどうもです。お世話になっております、あんたも餌食べ、はい、今餌食べさせてるとこでございます。でも昨日より活力がありますね。昨日はもうなんか全員なんかもう全然でしたけど、今日はちょっと活力を感じますね。もう体中から何やろな、栄養分を吸収していただきたい。あ、どうもでーす。これハムスプロテインエナジーバイトと言いましてね、小動物用の栄養補助食品です。はい、主成分はまあ砂糖とビタミンですね。まあ人間でいうところのオロナミン C みたいなもんですね、まあタンパク質が入っておりますんでね、まあ、赤ちゃんネバネバなってますけど、これでちょっとお腹いっぱいになっていただいて、そうです、別に芸人のネバネバゲームをやってるわけじゃないんですよね。ちょっと英語で誰か説明しておいてください。だから私がこれはあれですね、ちょっと説明しないとやばくなりますね。Mother don't give them milk. Okay. So I give them food. あ、外人が怒っとる。ちょっとイジェミさん、分かってないんで、誰か英語で、お母さんミルク出てないんで子供たちにミルク栄養剤をあげていることを教えてあげてください。
フードをふやかしても、ね、まあ食べないんじゃないですかね。なんかだいぶ溜まってきましたね。だよ、こんな感じでネバネバになっておられますね。なんかだいぶ荒れてますね、TikTok。もうなんかモデレーターさんも追いついてない感じですかね。まあまあ寝てますね、ここで。うん、まあ餌食べてますよ。なんかバズってますね。バズられてもしゃあないんですけどね。あ、そうなんですよ、キヒロさん、お願いしますよ。なんかバラですが虐待してることになってるんで、なんかすごい荒れてますね。もう市恵美さんもとか千恵子さんもしんどいんじゃないですかね。ジョーカーさん、サンキュー。ニューベイビーのマム、おかん連れて帰りました。マミージェットベイビーバックするみたいですね。まあ今日はこんな感じで結構食べたんで良かったんじゃないですかね。一匹ずつ舐めていただいてね、はい。お母ちゃん舐め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 していただいてますね。お母さんあと4匹いますけどまだ来ないですね。おー、よかった。なんか通じてますね。ありがとうございます。寝てますね。はい、いや結構なんかありがたい。なんかもう変なやつ多いな今日。今んとこなんかもうモデレーターさんモデレーターさんご意見生まれました。はい、モデレーターさん頑張ってください。お母さん食べてないかしら。もうなんかもうむちゃくちゃなこと言い出してます。もうちょっと無理ですね、モデレーターさん。一恵美さん追いつかないよ。頑張ってください。一恵美さん、ちょっとユジヒロさん、ちょっと頑張ってください。ちょっとユジヒロさん、あのモデレーターちょっと追加させていただくんでよろしくお願いします。ちょっと一恵美さんと恵子さん追いついてないんで、
ユラさん、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと落としてください。もう変なやつ落としていただいて結構なんで、ちょっと落っつかないですね、今日なんか人数が多すぎて。いやこれ寒いと思いますよ、そらまだベタベタなんでね。でもおかん迎えに来ないですね。生まれたばかりじゃないのでバラですが餌を与えてるんですけども、赤ちゃん寝てますよね。ちょっとおかん、ちょおかんの横にちょっとベイビー置きますね。じゃあテイクケアオブユアベイビーズ、はい、ベロベロ、はい、ベロベロ、はい、ベロベロ、はい、お母さん頑張ってるんですけど、だからミルク出てへんからバラですが、もうしゃーなしで栄養剤与えてるんですよ。もうそれを言いたいんですよ、バラですは。それはなんかもういろいろなんか虐待やらなんやらかんやの、もう鬱陶しいんですよ。もうそういう人を見ていただくていいんで。もう全部出した、早いな。赤ちゃんもお腹空いてるんですよ。お母さんと一緒にいたいけど、お母さんも頑張ってるんですけどミルク出ないんですよ。人間も赤ちゃんも頑張ってるんですよ。もう食べますよ、もう虐待とか言わないでくださいよ、本当に。食べちゃわないの、食べるかもしれないですけど食べないように餌をやってるんですよ。だからバラですが、お母さんも頑張ってるんですよ。まあでも生まれてお母さんファイト、ありがとうございます。隠してるんですよ、子供を一生懸命なめなめして育ててるんですよ、お母さんは。でもミルクが出ないんでこんな感じで困ってるんで、人間がこう餌を与えているわけですよ。はい、ありますよ皆さん。お母さんは頑張ってる割には太ってるんで、だからミルク出てないと思いますんで、まあ、その辺がですね、もう生まれてね13日なんですよね。あと1日で2週間ですよね。今までバラエスはもう何回も、もう54匹子供生まれたんで、ハムスターのいろいろ見てきましたけどね、13日目でこんなちっちゃいのは初めてなんで、だから成長してないのかなと思ってまして、で今こうやって餌あげたりしてるわけですよ。ハムスターの種類はジャンガリアンです。そうなんですよ、だから2週間でこんなにちっちゃいんでね、もう歯も生えてますし目も生えてますし毛も生えてるのにこんなに小さいんですよ。だからこれはもうミルクは出てないんですよ、お母さんから。そういうことですよ。それを言ってるんですよ、さっきから。ブルーじゃないだけやん、一緒やで。
あ、ブルーサファイアもね奥に寝てますけどね。まあバレーズは大量のハムスターを生まれたばっかりじゃないんですよ、もう13日も経ってるんですよ。なのにまだこんなちっちゃいんですよね。いや本当お母さんもね頑張って子育てしてるんですけど、おっぱいがどうも出てないみたいで、早くね大きくなってほしいんですけどね。もう最近はあれですね、もうなんかこう赤ちゃんハムスターばっかり映してますね、ほんとね。もう一回ちょっとピューレとハムスターエナジードリンクをね、ハムスター食べますよ。まあ基本だからあれですよね、あのプロテインタンパク質多めにやってますね。あんま炭水化物は、まあハムハムピューレとかもねやってたんですよね。今はなんかあんまりハムハムピューレねあれなんですよ、品質が落ちてしまってあんまりやってないですね。まあまた猫用のやつに変えたみたいな感じですね。赤ちゃんはもう基本的にはお母さん大好き、でもお母さんミルク出ないみたいな感じですね。なのでまあ両方に罪はないというか、はい、はい、もう一回食べなさい、はい、君も小さいな、はい、もうすぐ乾くな、そんなすぐ乾くんやったら もっといっぱい食べていただきたいですね、はい、どんどん食べて、はい、なんだもん、君はまだ濡れてるけど、君は、はい、はい、食べて、あれあと1匹ないですね、ありましたね、ちょっとおかん、ちょっと、はい、赤ちゃんは人間が触るとお母さんが怒りますんで、あれ4匹しかいない、あ、5匹いた、なんかえらい盛り上がってますね TikTok ね、すごいですね。そんなに盛り上がらないとギフトをよこせよって感じですけどね。いますよ5匹、はい、ダーロさんありがとうございます。外人ちょっと
なんかいじめてるように見えるんでしょうね。これ別にいじめてるわけではなくて餌やってるわけですからね。普通に飯食わしてるだけでなんで怒ってんねんって言うね。ガヤさん軍手してなかったじゃん。軍手してもちっちゃすぎて、もう毛も生えてるからそこまでやわでもないですからね、肌もね、こんな感じでみんなウニウニしてますんで、あ、もうちょっと大きくならないとね。何回も言いますけど、これで13日目ですからね。ハムスターの赤ちゃんミルクないです。あなたは全てのあなたの動物を奪うべきです。わからん、誰が英語できる人を助けてあげて、助けてください。リットギアした、ありがとうございます。マザーハムスター doesn't give the babies milk, so I give babies milk. Okay? 名前は、こいつが100万円です、はい。他はみんなクリオの子供なんで、クリジロー、クリゴロです。 OK ですか。 TikToker 赤ちゃんに餌をあげてます。はい、シリンゲ、ああこれね、これ以上使ってますかね。ハムハムピューレをこの中に入れて、こんな感じで、マミノノノ、マミジェットワン、お前ら早く飯を食え。マミーゲットワンベイビー、私に赤ちゃんがいる、あなたは親ハム頑張ってますね。もうなんかさっきからこの繰り返しですね。なんかもうね、はい、トゥーベイビー、まだスリーベイビーいるで。これゴールデンベイビー、これミリオンベイビーね、ミリオネアベイビーね、ミリオネアベイビー。あー、なんかすごいですね、 TikTok は。マミースリーベイビー、選ぶ You chose the baby. マミーリトルワン、 This is very little。 お母さん舐めてますよピューレね。おおじおじ、サンキューマミー。授乳期ではないですね、もう13日目なんでね、はい、もうミルクっていうより餌食べ出す頃ですね。もういないですよお母さん。お母さんはハムスターは数を数えられませんのでね。もう一回見に来ましたけど、もう大丈夫です。It's okay, mommy. Okay.
Your baby is all in the house.2階でご飯じゃない、まあ2階でご飯食べてるやつもいますけどね。小さい哺乳瓶に入れたら飲むんですかね。おりょうこさん、どうも。みかんちゃん頑張ってるんですけどね、バルデスはそれを少しでも助けようとしてやってるんですけどね。今日は、今日というか昨日ぐらいからアンチコメンテーターがアンチが多いんですよ。なんかハムスターの保留日あるんすかね。この小屋いいっすよね。私は彼女が揃えるためには、そう、I think so too ですね。だからお母さんミルク出ないんでね、栄養不足になったらね、赤ちゃん食べちゃいますからね。 This mom's name is Orange and babies are no name です。いや、もう辛いんだかなんだかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず忙しいですわ、もう子供はね。こんな感じでちょっとは食べたかな、結構食べたんちゃうかな。なんだかよくわからない。もうお母さんも大変なんですよ。だからみかんちゃんです、お母さんは。サンキュー、サンキュー、サンキュー。あ、おか、ハムスターの赤ちゃん産んでる人とかペットショップで相談してみるみたいなっすよ。まあ、バラダスはもう50匹以上里親に出してるんで。でも今回はみかんちゃんは子供を産んだんですけど、5匹ね。まあ何匹食べたか知らないですけど。改造とか言うな。おかんは何をしていますか。今ペロペロしてるんじゃないですかね、赤ちゃん。なぜって言うの、なぜって言うの、ミルク出えへん言うとるやんけ。子供と一緒に、子供食べませんよ。見て、見たらわかるじゃないですか。必死に育ててますよ、お母さんは。頑張って。なぜとかいらんねん。なぜって言ったって、お母さんは子供を守ってますよ。マミープロテクトベビーズですよ。赤ちゃんチュールでベトベトなのをお母さんが舐めてるんですよ。でもお母さんミルク出ないんですよ。ミミちゃんね、ミミちゃん、ミミちゃん寝てますね、はい。ミミちゃんもなんか飽きて寝ちゃいましたね。今なんかクリオとクリオとさくらちゃんがダサダサアピールしてますね。ストレスないからやめてあげて。何をやめるんじゃ。R&B とかいうやつ、ブロック
いらんこと言わないですからね。おとんいらんやろ。おとんいらんねん。おとん子育てしません。何が起こってるのかわからない。だからマミー doesn't give babies milk。 マミー doesn't give babies milk なんですよ。ミルクがないのは動物性タンパク質が不足するじゃないですか。餌はまあ、いつも通り、まあ、生野菜とか普通にミックスフードとかハムスターが食べるものを与えていますが、お母さんは食べなくなってしまいまして、シリンジ使ってビビミルク赤ちゃん、シリンジ使ってみたんですけどこれが限界なんでちょっと厳しいんじゃないですかね。ミルクは基本的に飲まないですね。殺されると思った。もうこいつうざいんでちょっとブロック。バーさんこんなに頑張ってるのに仕事そうかしてないのに今はどうなんすよ。ありがとうございます。モデレーターの一味さんありがとうございます。モデレーターさんご苦労様です。ありがとうございます。いやもうほんとなんかそうなんですよ。シリンジがでピュッピュッピュッって飲んでくれたらいいんですけどね、そうもいかないみたいでね。ていうかお母さんの乳首にね吸い付いてはいるんですけど、お母さんミルク出ないんでそこはね問題なんですよね。いやこんなん初めてですよね、モナーさん。ほんとね、動物の仕事をしたので毒な、まあそうですね、まあ、動物性タンパク質って言ったらあんまりないですけどね。ハムスターはチキンピューレ、まあ、こういうチキンピューレですよね。それしかないですよね。ちょっとチキンピューレの海の中へもう一回ベイビーを入れてみたいと思いますね。チキンピューレベイビーズにしてみたいと思います。こんにちは。そうなんですよ、小さくてまあ生まれてからねえだいぶ経つんですけどね、13日経つんですよ。全然大きくならないんで今試行錯誤して子供にピューレあげたり、これチキンピューレですけどね、今度はこちらをあげてみたいと思います。隠れるのは上手ですね。ちゃんと生きてますよ。お母さんもなんか食べる感じはないですね。はい、高タンパク高ミネラル。あ、お母さんね、なんかあんま食べなくなりました、子供産んでから。でこんな感じでうんちも一回も行ってないし、おしっこもしてないんで、まあ、水はちょっと飲んでますけどね、まあ、推測するにうんちで赤ちゃんを育ててるんではないかということですね。まあそうなったらもう栄養がないんで、まあしゃあなしで今赤ちゃんに栄養を与えていると。ミルワーム、ささみチーズはおかんは食うかもしれないですけど、ミルクが出ないんですよ。だからなので困ってるとこです。あ、ペットミルクね、いいかもしれないですよね。
あ、コマさんどうもです。ありがとうございます。野菜にチュールかける。まあそうですね、野菜もちょっと入れてピューレと混ぜてこんな感じでね、混ぜ混ぜしながら、こんだけ美味しそうやったら食うやろって思いますけどね。ちょっとこんな感じでちょっとピューレー with ベジタブルでいきたいと思いますね。お母さんミルクやってるつもりなんでしょうけど出てないんですよね、ミルクがね。ちょバラでちょっと外しますね。どうもどうも。お、なんかだいぶ お母さんも落ち着いてきましたかね。ミラドさん、どうもです。こちらみかんちゃん、オレンジちゃんです。
BGM は YouTube の今田くんミュージックです。なんかちょっと落ち着いてきたんで、ちょっと赤ちゃんにまた餌ありますね。この子はゴールデンガールのボーイか知らんけど、はい、割れ箸です。人間が直で触るとちょっと待った、おかん待った、お母さんミルク出てませんので、子供に餌を与えますね。食べて、今からちょっと餌食べて、おかんちょっと出てこんでええから、ちょ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 、ウェイト、おかんおっぱい出てないんですよね、残念ながらね。おかん無理やり連れてかれましたね。連れて帰んのはええけど、まあ餌もありてねっていう感じですね。中に運んで世話をしてますけども、そのおっぱいが出ないっていうことなんですよね。もういないです、はいはい、そうですね、人間が触るとダメですね。こんな感じでね、まあ16、13日経ちましたけど、未だに赤ちゃんが全然大きくなってないんで、まあアングリーですけど、ベイビードントグローアップです。まあそこは問題ですね。なんかここに1匹残ってる。This is smallest one.Mommy, you forget this smallest one. ハムスターは何で共食いするんですか。まあ子育て中にあれなんじゃないですか。お腹すいたからミルク出ない。
くなったりとかしたら子供食べるんじゃないですかね。目が開いてるのは1、2匹ぐらいですね、まだ。おかん、この子虫やん。マミワンモアベイビー、イエス。じゃあよかった。よかったよかった。赤ちゃんハムね、なんか食べれてんのかな、わかんないですね。もうご覧では。もう大丈夫。まあそうですよね。みかんちゃん頭いいっすよね、確かに。ちゃんと、まあハムスターなんで数は数えることはできないとは思いますけど、ちゃんと子供探してね、連れて帰って面倒を見て、まあおっぱいで出ないんですけどね、動物性タンパク質を与えた方がいいと思います。そうですね、まあピューレかな、まあピューレはたまに食べてるんですけどね、マミーもね。そうなんですよ、育児はちゃんとねしてるんですけど、おっぱいが出ないんですよね。こんな感じでなんか気楽な感じ。メガネをゴーゴーしてる暇にやったらミルク出してほしいんですけどね、まあ、そこはなんかうまいこといかないみたいで、はい。サミュエルさんどうです、サチさんどうです。もうなんかブロッコリー、イートベジタブルしてますね。まあ要するになんすかね、おっぱいが出てないんで、私はロボロスキーとジャングルに待ってます。マムイズ、ウォーリーとザッツライト、ロボロスキーとジャングルに上がってます。いいですね。うちはジャングルアンばっかりで11匹プラス子供5匹ですね。まあチュールは猫用チュールなんで、こんな感じでマグロエキス、まあ動物っていうか魚ですけどね、マグロベースのやつですね。チキンベースのやつも昔はハムハムピューリーよくやってたんですけどね、今なんか品質が良くなくなりましてね、なんか水みたいになってて、まあ、今は猫用にちょっと変えてる感じなんですけどね。掃除の感覚はバラヤスは普通のこいつらは床材は2週間に1回で砂は2日に1回ぐらい変えてますね。でこっちの遊び場のケージがあるんですけど、こっちは毎日床材と砂を変えてますね。あんまり汚かったらダメですからね。
ドッグフード、ミルワーム、チーズ。そうですよね。まあいろいろね、ハムスターに与えてはいるんですけどね。まあみんなそれぞれ好みもありますし、私たちは私のいとこですか。もう意味わかんないです。保護猫さんのものです。保護猫を飼ってたらもう、保護猫ちゃんを飼ってたらもうお別れになると思いますけども、ほんと大変ですわ。プリモ、意味わかんないですね。こんな感じでーす。ちょっとハムスターマニアさん、ちょっと意味わかんないんで落ちていただいていいですか。すいませんね。イケメさんありがとうございます。あ、ちょっと、今日もみかんちゃんだけで終わりますわ。もうほんとね、みかんちゃん頑張ってるんですけどね、赤ちゃんがね大きくならないんでね。今日というか昨日ぐらいからなんかやたらなんか視聴者が増えてね、大変なんですよね。リキヒロさんありがとうございます。ちょっと難しいですよね。よしこさんありがとうございます。もう心配でね、もうチーズの打ち間違い、ああまあ視聴者さんいっぱい増えていただけるのは嬉しいですけどね。バレですわ。みかんちゃんとみかんちゃんの子供たちがね。バレイさん、サンキュー。元気に育ってくれることが一番なんで。まあみかんちゃんもね、頑張って子育てしてますからね。もう1000人とか見ていただくのはいいんですけどね。もう一回ちょっと、じゃあベイビーをエナジーバイトに入れたいと思いますね。もうエナジーバイトもね、これはい、ご飯食べへんの。エナジーバイトも出えへんの。Wheel moves to the back. はい、もうつけておきましょうね。まあ、おかんね、頑張ってるんですけどね、隠れていただくのは全然いいんですけどね。ハムスター赤いですけどね、もう一回最後この餌入れにね、赤ちゃんを入れたいと思います。
メガンちゃんも頑張ってますけど、メガンちゃんもちょっと痩せたかな。サーチングベイビーズですよ。バットミカンちゃん doesn't give babies milk. She has no milk なんですよね。So babies are very small なんですね。Like this. So I have to give babies a food なんですよね。I don't want to pick up babies, but mommy cannot give babies food. なんですよね。メガンちゃん has five babies and this one is smallest. Yes, like this. Yes, I don't know why, but babies cannot eat milk.Cannot drink milk. And babies are 13 days birth. 離れてください。うるさい。触らんでええんやったら触ってへんわ。かわいそうな赤ちゃん、もうちょっと一恵美さん落としてください。ありがとうございます。だからミルク出えへんから餌やってんねん。もうあかちゃん食べへんちゅうねん。やたら TikTok うざいですね、ほんと。かわいそうなみかんちゃんですよ、ほんとにね。サンキュー、ビジロさん、ありがとうございます。悲しみの音楽にしてみましょうね。一人出た。ちょ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 、100万円出ないでください。100万円あなた100万円ですから。鮭で言うたら何やったっけ、時鮭ですからね。はい、どんどんピューレ食べる。はい、ピューレ食べて。あー、さつまいもかぼちゃ系もいいかもですね。たまに昨日もバナナとかあげたんですよ。全然食わなかったですよね。結構ありがとうございます。あ、ちょ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 、君はご飯
べちょべちょになってもええから、もうご飯食べて、もう食べなあかんねん。もう君らは食べるしかないねん。それ以外何もないから、食べるしかないねん。食べな、もう生きていかれへんねんからな。13日も経ってこんなちっちゃいねんから。お母さんちょっと待ってマミーウェイト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 、マミーウェイト、ベイビーズイートフード。そらお母さんがねちゃんと大きくしてくれてたらいいですよ。そら、まあ、我々うっとしい、直接触ったらあかんの分かるやろ。お母さんも大変やけど子供も大変なんですよ。はい、HM さんありがとうございます。ああ大変や、ほんま大変ですわね、ほんとね。そうなんですよ、2週間でこの大きさなんで、今も無理やり食べさせてますけどね、餌をね。お母さんの気持ちはわかるけども、子供たちはおっぱい出ないんでもうしゃあないんですよ。ガリガリやん、もうなんかお母さんのうんちで育ってるんでもうガリガリなんですよ。普通やったらもうねぴょんぴょん跳ねてねやってるところなんですよね。チーズとか煮干しとかねいいと思いますよね、本当にね。君らもねハムハム猫ピューレ食べてちょっと、まあ、いっぱい入れとくで、あいっぱい食べてくれ。もうなんか変なやつまた来た、橋で拾ってるのって。ダメ。でもだいぶうんち出してるんでちょっと食べてるんだと思うんで、君ちょっと埋まってる、もうちょっと君もちょっとピューレ食べて、赤ちゃんは普段はミルク飲んでますけど、だからミルク出えへんから13日経ってもこんなちっちゃいんですって、だから何回も言ってんのに。ソースで巻いてるの、まあ、意味わからん、落ちてください。はい、ピューレ食べる、はい、ピューレ食べる、匂いしたらなんで赤ちゃん食べちゃうんですか。もうイアンさんちょっと申し訳ないですけどちょっとお茶ください、すいません。食べてほしいんですよ。ポールさんありがとうございます。食べなそうに見えますけどねって言うけど、だから何回も言うけどミルク出てへんから13日生まれて経ってるんですけど、だからこうやって餌をやってるんですよ。私もハムスター飼ってました。本当はイチャモンつけるのやめてください。じゃあこの赤ちゃんたちをね、ベイビーズを、この13日経ったベイビーズたちを、赤ちゃんを、お母さんミルク出ないんですけどちゃんと育てる方法がハムチャンネルさんありがとうございます。
あるんだったら教えてくださいよ。もうイチャモンばっかつけてないで。じゃあ君出ない、はい、君出ない、はい、君出ない、はい、どうもミラッドさん、どうもです。ソースの意味がわからんからちょっと、リオコさんありがとうございます、すいません。こっちはこっちで困ってるっちゅう話ですよ。スポイトね、だあるんですけど、なんかさっきもちょっと水やってみたりとかもしたんですけどね、Yes. They... No, か。They don't give milk from mother. 夜もずっとこの子たちは見とくんですか。寝たらええやん。彼らは子犬ですか。ハムスターや、かわいそうに、かわいそうなのはこっちやで。よろしくお願いします皆さん。あ、一匹脱走しましたね。ハムちゃん用のミルクは栄養足らないですかね。ハムちゃん用のミルクは見たことないんですよね。ののさん、バラですにバラでございます。母親は他の母親のように食べませんか。知らん。ノンさん、ありがとうございます。もう疲れましたね今日は、はい、じゃあちょっとおかんよ、おかんのとこに今日はこんな感じで戻らしますか。明日は明日でまた赤ちゃんにね、はい、はい、大きくなっていることを期待しつつ、子供たちをお母さんの元に返したいと思います。メアリーなんとかやつブロックしてから寝たいと思います。それでは皆さん、また明日 See you。 一山さん、すいません、もう疲れました。